才加孫一。鉄砲の腕は超一流。受けた仕事は完璧に果たすイケてる傭兵である。彼にはもう一つ誇れることがあった。それは天下の色男であること。彼がひとたび街を歩けば、乙女たちは歓声を上げ、男たちは嫉妬の目で見る。才加孫一、彼は自分を天下の色男と思っていた。女たちのあの会話を聞くまでは。外伝の将、天下の色男決定戦。女の声がするな。さては俺の噂をしてやがるのか。色男はつらいぜ。ねえねえ、天下一の色男って誰だと思う？私はやっぱ雪村様かな。三成も顔はいいわね。自分で一って言っといて複数あげるとか、どんだけ飢えてんすか？私はお父様かな。お父様は反則につき却下です。まあ似たようなところで、左近の旦那はいかがで？あ、いいですよね。そう見えないけど、実はいじめっ子っぽい感じがしてて。ツッコミなしで。いなちんは？まあ聞くまでもなく信行様ですよね。え、そんな、私は何も。恥ずかしい。義継に、政宗に、覚えたぜ。今出た名前の野郎ども、こいつら倒せば自動的に俺が天下一の世男だ。よし見てろ、可愛い子ちゃんたち、俺が天下の色男ってことすぐに証明してやるからな。天かける竜となる。承知いたしました、政宗さん。決めるべく、お前らに試練を用意した。色男の試練その1、腕っぷしを見せろ。開門。たくましい腕に女性はグラッとくるのです。こいつらを力勝負で任すんだ。行け、天下の色男か。面白い。わしはどんなことでも貴様の上を行く。孫一様がご用意なさった色男の試練、驚いながら師匠を踏み込むとおり、色男への道は険しいぜ。試練を2回失敗したやつは脱落だ。点をつける。ほらほら油断するなよ。ぶつかり稽古は激しさを増すぜ。見ておれ。
門は突破だ。だが選ばれしいる男たちよ、道はまだ遠いぜ。こう見えても相撲は得意中の得意よ。もう一番どうだ。色男の試練その2、影虎を華麗な技で倒してみな。行け解剖。いざ我ら兄弟と華麗に技を競わん。阻めるものか。お相手いたす。第二関門を突破か。だが行く手にはまだまだ試練が待ち受けてるぜ。色男の試練その3、本陣を色男たちの攻撃から守ってもらおう。本陣を守るのは可愛い子猫ちゃんだ。かっこいいとこ見せてやれ。行け。かしこまりました。この色男を競う相手がおいでですよ。ほら張り切ってお相手しないと。俺はやらん。お前が適当に相手をしろ。我が輩が天下の色男になってやる。この宝禄兵の力でな。敵将討ち取ったり。これも言い過ぎてお許しください。さすがでございます、マセミヤ様。急げ。承知じゃ。いささかやりすぎてしまいました。やりすぎてしまいました。これも言い過ぎてお許しください。
色は爆発よ。そりゃ燃えろ燃えろ。誰もいない戦場で一人せっせと罠を張り砦を築き、色男の試練とやらを懸命に作る。そんな孫一の姿を想像してみよう。付き合ってやらればと思うであろうが。政宗様はお優しいのでございますね。私は先ほどから笑いがこぼれて仕方ありません。では本気だ。これまで手荒いします。第三関門突破か。頼りがいのある色男にあの子も夢中だぜ。これも戦にてお許しください。なにこれ、どんな戦場、ちょっとやだ怖い、誰か助けて。かしこまりました。よしアキ、あまりの恐怖に女言葉になってるぜ。まあ、あんな奴でも将軍は将軍だ。色男の試練その4、よしアキを脱出地点まで護衛しろ。行け。流れには逆らえない。敵将討ち取りましてございます。いざ戦わん。敵将討ち取りましてございます。突破か。天下の色男の座見えてきたが。色男はみんなに譲ります。さよなら。試練その5、標的だけを仕留めな。行け。開門。天下の色男とは万民に愛される者、すなわち意図愛に満ち溢れた者。よし、正々堂々その座を競おう。そして意図愛の偉大さを天下に示すのだ。ようやった。それでこそ小十郎よ。では本気で。私の不手際。
しまりました。第五関門突破したか。いよいよ次は難攻不落の最終関門だぜ。よくぞ生き残った選ばれし色男たちよ。精鋭と呼ぶにふさわしい面構えじゃねえか。最後は暫定天下の色男、俺と勝負だ。勝った方が真の天下の色男となる。解剖ちょっと待った。お前らここまでの全試練達成かよ。普通にやるね。俺からのご褒美だ。遠慮せず受け取ってくれ。負けたぜ。お前こそ真の天下の医療男だ。ご無礼ながらその称号は政宗様に。政宗様の心意気こそ医療男にふさわしいかと。楽しかったぞ孫一。天下の医療男の座奪いたけばいつでも来い。女の声がするな。天下の色男決定戦の話か。あの戦のことは全国に轟いたはずだ。ってことは俺のイケてる話で持ちきりだな。ねえねえ聞いた？天下の色男決定戦の話。タラシの孫一って人が開催したみたいなんだけど。モテない男がモテる男を摩擦しようとした大会ですね。雪村様も信行様も危なかったみたいですよ。なぜ孫一さんはそんな愚かな関係を。それはモテない人の心情を知る方に聞きましょうねえ。熊姫さん、どういう意味よ。いいんだ、俺にはダチがいる。秀吉、可愛い子ちゃんのいる店行くぞ。